さんの英語力を昨日も待ち合わせしてて、私メッセージアプリで会話してたんですよ。でホテルの1階で待ち合わせようって言って、そしたら私はもうホテルのロビーに行って、アイボさんがレーダー待ってる、何のことかな、多分エレベーターのことだ、エレベーター待ってるっていうのを書きたくて、ベーダー待ってる、ダースベーダーって書きたくて、ベーダーアメリカだから、まあ英語にしようとか頑張ったけど、ベーダーベーダーアメリカでもエレベーターはエレベーター訳さないベーダーエレベーター、ベーダー訳したとしてもベーター、ベーダーベーダー誰や